もしもし。はい、もしもし。強制執行の手続きを行いましたというメールが来てるんですけど、はい。はい、これは何かの冗談ですか？行いますか、ましたっていうメールじゃ、行いますっていうメールかなと思うんですけども。いや、行いましたと書いてある。その ID 番号をいただいていいでしょうか？393と書いてあるけど。39でしょうか。はあ、はい。それでね、はい、メールでおかしいなと思うのはね、メールの中に、お客様の携帯端末情報からすでにお名前、住所、連絡先などなどの個人情報はいただいておりますと書いてあるんですよ。はい。はい、名前と住所が分かってるんだったら、はい、このメールにも誰々どのと名前が書いてあってもいいと思うんだけど、こちらサポートセンターの方では分かりませんので、住所がね分かってるんならこのメールでなくて直接内容証明郵便で来てもいいと思うんだけど、ですね、そういったことはこちらのサポートセンターでは分かりませんので。サポートセンターも怪しいもんでさ、はい、なんでサポートセンターなんか使うの？そんな使わなくたって郵便で送ってくりゃ済む話だからね。まあでも大体サポートセンターってありますね、どこの企業さんでも。そうですか。お電話の、はい、ああサポートっていうのは、はい、これはなんかの冗談かと思ってさ。お客様から登録いただいてますので、多分そういったメール言ってると思うんですけども、ああ8月6日の午前1時32分にこれ登録いただいてます、こちらのサイトの方にですね。ああ、ソフトバンクさんの携帯電話の方から。はあ、はい、なんかのこれ間違いだよね。いや間違いではないです、登録の方をいただいてますのでしっかりですね。だから登録したんならちゃんと名前と住所が分かってると書いてあるんだから、このメール使わなくたって。それも運営会社に、はい、そういったご請求、なりますとお任せしますので。運営会社がお宅にそんな依頼しなくたって名前と住所分かってんだったら直接ね郵便で出せばいいだけの話で、なんでメールでよこしたのかな、このメールは冗談かな、このメール自体に誰誰どのという名前が入ってないってこと自体、これは架空請求ではないかと思って。いや架空ではないですよね、これ動画の配信を行ってますので。絶対架空請求です、これは。あなたこれ動画たち、ただエッチな動画に映ってるものですね。はい、何が詐欺なんですか。あなた詐欺師のお手伝い。いやあなた、ただあなたの方が悪質ですよ。ただこのエッチな動画見ようと登録なってですね。エッチな動画なんか見たことないよ。見ようとしましたよね、これ。いや、してない、してない、してない。あ、ただ変態な人ですよ、本当あなた。あ、変態は認めるけどね。はい。うん。変態で、悪質な方ですよ、あなた。いや、悪質じゃない。あなたの方が悪質だね。どこが悪質なんでしょうか。こんなね、詐欺のね、アルバイトなんかやってね、親が泣くよ。いやいや、あなたの方がこれ。お父さん、お母さん泣いてるよ。泣きますよ、はい。はい。親いませんので、私はですね。ところで、これは何という会社？いや、それ全部書いてあるんですサイトの方に。書いてないって。書いてないって。何の電話だってこれ。何の電話ですか。それで確認してくださいじゃん、自分で。いや。サイトに書いてある。名前も書いてないしね。で、当社、顧問弁護士と書いてあるけど、顧問弁護士と書いてあるなら、顧問弁護士の名前ぐらい書いてあっていいと思うんだけど。なんか書く人があるんですか。こちらの名前も書いてない。自宅まで送るぞと言って書いてあるんだけど、はい、自宅の住所も書いてない。はい、なんだ、ただ電話番号が書いてあるだけで、電話をかけてきたやつを脅して金を取ろうという詐欺だね、これね。いや、どこが詐欺なんですか。詐欺だよ、自分で分かってるでしょ。いや、どこが詐欺なんですか、だから。え？だから何が詐欺なんですか。詐欺ちゃん。え、だから何が詐欺なんですか。いや、お金を払え。それ自分で。25万円支払えと。書いてあるけどね。いや、じゃあ登録すれば登録で発生しますよね、普通に。だからどこに登録したの？証拠があるんですか？ご自分で。だから、はい。請求するなら、郵便で請求しなさいよ。だからそれで行きますよ、だから待ってくださいよ。待ってても絶対来ないと思う。だって名前と住所分かってないもん。だから待ってください、だから。待って、運営会社の任せしますので。運営会社なんてあるの？ありますよ。で、そこがなぜ、郵便で出さないの？いや、普通皆さん一応こちらサポセンターで連絡いただきますので。
普通の方はですね、なくしてください。じゃあ、まあ、サポートセンターならそれでいいけど、すでにお名前、住所、連絡先がもう分かっているとこ書いてあるんですよ。だから郵便で行きますので、待っててくださいよ。なんで郵便で出さないの、いきなり。何ですか、いきなりっていうのは。なんでこんなくだらんメールを出すの、電子メールで。名前も書いてないんですよ。無駄じゃないですか。何の名前ですか。私の名前が書いてないです。誰誰どのと書くのが本当だよね。名前と住所分かってるなら。分かりませんって言ってますよね。こちらの方ではまだ現状で分かりませんって言ってますよね。いや、分かってるって書いてあるよ。メールの本文に書いてありますよ。で、はい。で、運営会社の方から連絡行きますので、待ってくださいって言ってましたね、今何回も。いや、待ってても来ないもん。名前と住所分かってないから。じゃあ、待ってればいいじゃないですか、だから。だから名前を教えてやろうかなと思って。来ない。じゃあ、教えてくださいよ。安倍晋三。はい。はい。東京都。はい。の新宿区。はい。いいですよ、もう。あ、なんで？ちょっと嘘のやつはいいですよ。なんで嘘じゃない。本当に安倍晋三だって。嘘はいいですよ、そういうくだらないんで。もう切りますよ、あなた、いたずらですか、これ。いたずらです。いたずらです。いいおっさんして、いたずらですか、はい、いいおっさんです。恥ずかしいですよ、そんなやつったら。そうですね、恥ずかしいね。うん、いいおっさんにからかわれる若者もバカみたいだね。親が泣くぞ。何言ってんですか。親が泣いてる、本当。何言ってんですか。本当ね、お父さん、お母さんも泣いてるよ、本当に。面白いね。気持ち悪いおっさんです。1日に何人ぐらいこれ相手すんの？ゲル動画見落とし登録になって、ねえ。こうやってイタズラかけてきて、うん、気持ち悪いですね、あとは。はい。何してんですか、こんな。給料いくらぐらいもらってんの？あと2倍ぐらいですよ。そんなにもらってんの？はい。じゃあ、400万ぐらいもらってんのか。すごいな。あんたそんなもらってないですよね。あ、そっか。何言ってんですか、気持ち悪いくせに。まあいいや。まあ頑張ってやってちょうだい。あら。